日本最古の球場、阪神甲子園球場。2024年、阪神甲子園球場は100周年を迎えました。当然、NPB で使用されている球場では最も古い球場ですが、MLB でも100年を超えた球場は、1912年にボストンで開場したフェンウェイパーク、1914年にシカゴで開場したリグレーフィールドしかありません。そんな歴史ある甲子園球場は、プロ野球のみならず、高校野球の聖地としても長年愛され、数多くの名勝負が繰り広げられてきました。2リーグ制となった1950年以降でも約4500試合開催され、後楽園球場に次ぐ試合数となっています。1世紀の歴史と伝統が詰まった、そんな甲子園球場のこれまでを紐解いていきたいと思います。阪神甲子園球場の誕生。現在行われている夏の甲子園全国高等学校野球選手権大会及び春の甲子園大会選抜高等学校野球大会は、開始当初は別の場所で開催されていました。朝日新聞社の主催により始まった第1回全国中等学校優勝野球大会は、大阪府の豊中球場で開催され、第3回大会より西宮市の鳴尾運動場で開催されていました。大会の人気は回を増すごとに高まっていましたが、両球場とも球場の規模はかなり小さく、座席などの施設も貧弱だったこともあり、人気がピークとなった第9回大会では、仮設のスタンドだけでは観客を収容しきれず、熱狂した観客がグラウンドになだれ込むなどの事態に発展しました。現状の球場では観客を対応しきれなくなってしまったため、大会を開催し続けるためにも大人数を収容できる規模の球場建設が急務となりました。そんな中、大会を主催する朝日新聞は阪神電鉄に対し、本格的な野球場建設の提案を行いました。阪神電鉄側も1922年に氾濫を起こしていた向こう側の支流である枝川、猿川の改修により埋め立てた土地を買い上げ、その広大な土地に野球場やレジャー施設の開発構想が始まっており、それぞれお互いの思惑が一致し、建設が開始されました。こうして1924年8月1日、兵庫県西宮市に日本初の本格的な野球場が誕生します。1924年が10巻12市それぞれの一番初めである、甲と市が60年ぶりに一緒になる、物事の始まりとして重んじられている甲子という幸運な年だったこともあり、阪神電鉄の当時代表取締役だった三崎製造により、縁起のいい名前を合わせて付近一帯を甲子園、野球場を甲子園大運動場と名付けられました。大運動場という名がついている通り、当初は陸上やサッカー、ラグビーなどの球技の開催も考えられていたため、両翼110メートル、中堅120メートル、総収容人数8万人、観覧座席設置総数5万人という、現在の球場と比べてもかなり巨大な球場であり、50段にもなる鉄筋コンクリート製の内野スタンド、外野には20段の木造スタンドが建てられていました。ちなみに球場のこけら落としは野球の試合ではなく、阪神館の小学校から集まった2500人の児童による阪神館学童運動会でした。1924年の夏より第10回全国中等学校優勝野球大会、翌1925年には第2回選抜中等学校野球大会が開催され、ここから甲子園球場は高校球児たちの聖地となります。収容人数が格段に増えたことにより、朝日新聞側も満員になるのは10年はかかるのではと懸念しましたが、大会4日目には満員となり、入場お断りの掲示が出たといいます。1929年には増え続けている観客を収容するため、外野の20段の木造スタンドを50段の鉄筋コンクリート製へと改修しましたが、それでもその年の夏の甲子園では超満員となりました。当時の人気漫画家の岡本一平氏が息子を連れて観戦に訪れた際、白いシャツを着た人たちで埋め尽くされたスタンドを見た息子が、アルプスのようだとつぶやいたそうで、
それ以来、内野と外野の間の観客席のことをアルプススタンドと呼ばれるようになったといいます。なお、この息子とは、後に太陽の塔などで世界的な芸術家となる岡本太郎氏です。また、球場周辺の開発は開場後も進められ、1932年に動物園や遊園地などの浜甲子園阪神パークという名前の一大レジャー施設も建設され、戦後は敷地を移設し、甲子園阪神パークと名を改め、その後は半世紀にわたり人々に愛されてきました。現在は跡地にララポート甲子園という施設が建設され、今でも商業の中心地になっています。阪神タイガースの誕生。現在の日本のプロ野球の中でも2番目に長い歴史を持つ球団である阪神タイガース。その前身である大阪野球クラブは、大日本東京野球クラブ創設の翌年1935年に誕生しました。翌年に大阪タイガースと名を改めると、甲子園球場を活動拠点とします。当初、関西には兵庫県を本拠地とする阪神電鉄と阪急電鉄が保有する2チームが存在していましたが、関西の中心である大阪にはチームはありませんでした。それもあってか、阪神は兵庫県にもかかわらず、大阪タイガースを名乗ることとなったようです。ちなみに、タイガース初年度の1936年は、甲子園と宝塚で試合を行っていますが、大阪で試合の開催はありませんでした。プロ野球早々期は、フランチャイズ制度が導入されていなかったため、本拠地という概念がなく、甲子園は他チームにも頻繁に使用されていましたが、1948年にメジャーリーグに倣いフランチャイズ制度が試験導入されて以降は、甲子園球場は大阪タイガースの専用球場に設定されました。しかし、1938年に創設された大阪の南海鉄道を親会社とする南海ホークスは、翌年には本拠地として中百舌球場を建設しましたが、場所が今一つ不便なこともあってか、公式戦は主に甲子園球場か西宮球場が使用されており、専用球場の設定は有名無実化していました。南海はその後、1950年に大阪市内に大阪スタジアムを建設したことで、甲子園は大阪タイガースのみで使用されることとなりました。そしてパリーグに近鉄パールズが創設されたことにより、大阪に2チーム誕生したにもかかわらず、タイガースは大阪タイガースを名乗り続けていましたが、1961年に本拠地である甲子園球場が大阪府ではなく兵庫県に位置している矛盾を解消すべく、チーム名を阪神タイガースと改めました。また阪神電鉄は1995年に阪神甲子園球場の名称を商標登録しており、2012年には甲子園も同様に商標登録していますが、これは野球の大会や野球行事の企画や運営、開催などに限られるとのことです。特殊なケースではありますが、センターバックスクリーンの上にある時計の部分が上に突き出しているスコアボードの外見も立体商標として登録されています。ちなみに2002年に一般男性が阪神優勝を商標登録し、2003年の阪神の優勝時には商標を使った商品が販売できず問題となりましたが、これはその後球団が特許庁に申し立てをし、登録は無効となっています。甲子園球場のシンボル。阪神甲子園球場といえば何が思い浮かぶでしょうか。まず甲子園球場の象徴ともいえるのは銀傘でしょうか。銀傘は現在ではデーゲームの観戦での暑さ対策に一役買っているなくてはならないものです。開場当初から設置されていましたが、当時は鉄製だったため大鉄傘と呼ばれており、当初は他の競技も開催することを念頭に置かれていたため、降雨時でも観戦できるように設置されていました。しかし夏の甲子園を日陰で見ることができると好評になり、特に日焼けを嫌う女性から好評だったそうです。この大鉄傘、なんと一度姿を消したことがあります。戦時中の1943年、日本軍部より金属供出の命令を受け、すべて撤去されることとなりました。
終戦後の1951年、再び甲子園球場へ屋根が戻ってきました。この時は阪神電鉄が8300万円を投じ、ジュラルミン製の屋根を設け、この屋根は以前までと違い銀色の光沢だったため銀傘と呼ばれるようになります。しかし開場当初のものよりはかなり小さく、内野スタンドの一部分までを覆うような形でした。その後1982年にはアルミ合金製へ改修され、現在の4代目となる銀傘は2009年にガルバリウム合板製で吹き替えられ、内野スタンドの両端まで覆うような形状になっています。また銀傘上には太陽光パネルを設置したり、屋根に降った雨が地下のタンクへと貯蔵するシステムを構築し、その水をトイレの洗浄水へ再利用するなど、環境への配慮をした仕様にもなっています。球場外壁の赤レンガを覆う夏ズタは球場設立時の1924年に植栽されました。当時はコンクリートの打ちっぱなしの殺風景な壁を彩るために植えられたそうですが、約80年をかけて葉の面積は8000畳分にも成長を遂げ、球場は緑で覆われるまでになりました。蛇が住み着くほどまでに成長したツタは、2006年から始まった球場リニューアルに伴って伐採されてしまいます。しかし2009年から再び植樹が行われ、現在も少しずつ順調に成長を続けています。見た目の美しさもさることながら、ヒートアイランド現象の緩和にも貢献しており、また2008年の伐採時に外壁が思った以上に綺麗だったそうで、壁の状態保持にも一役買っているようです。高校球児たちにとって憧れの一つでもある甲子園の土は、開場当初は淡路島の赤土と神戸の雲地の黒土を混ぜ合わせて粘り具合を調整して敷き詰めていました。現在は京都府城陽市の岡砂と国内の黒土を混ぜたものが使われており、黒土は岡山、三重、鹿児島、大分、鳥取などの土をブレンドしているといいます。軽くて保水性が高い黒土と水はけが良い岡砂を季節によってその都度割合を調整し、内野一面に約30センチの深さで敷き詰めているそうです。また敗戦校の甲子園の土を持って帰る姿は甲子園の名場面としてよく取り出されていますね。最初に持ち帰ったのは諸説ありますが、後に打撃の神様と呼ばれる川上哲治氏でした。敗戦後に川上は球場の土を靴下に入れて持ち帰り、母校の練習場へ撒いたといいます。その後風習として残り続けて、どの高校も持ち帰るようになったため、毎年約10トンもの土を追加しています。ちなみに沖縄が甲子園に初出場した1958年、この頃はまだ沖縄は返還前だったため、植物貿易法により外国の土とみなされ、持って帰ることができず海へ捨てられてしまいました。ただし石は法には抵触しないため、後に甲子園の小石が送られたそうです。これらの素晴らしい環境をいつもベストな状態に保ち続けてくれているのは、グラウンド整備を長年務めている阪神園芸です。タイガースの内野手が誰かによってグラウンドの土の硬さを調節したり、俊足で鳴らした赤星憲広が活躍した頃は、当時の岡田監督の要望で赤星が盗塁しやすいよう1、2塁間の土を通常より硬くしてもらうなど、現場の要望に合わせた整備も行っています。またツタも場所によって成長が違うため、剪定は道具を何種類も使い分け、より成長できるよう気を配っているのです。また阪神園芸の一番の腕の見せどころは雨天時のグラウンド整備です。雨に濡れたグラウンドを一瞬で復活させる神業ともいえる整備技術は、日程が限られている甲子園大会にはなくてはならないものです。しかし阪神園芸の甲子園球場における売り上げは全体の数パーセントの割合なのだそうです。ちなみに阪神園芸が担当する以前は、グラウンドにガソリンをまいて火をつけることで水分を蒸発させようという信じられない方法が昭和20年あたりまでしばしば取られていました。ただし実際の効果は今一つだったようで、グラウンド表面の熱気が地下の水分まで吸い上げてしまい、逆に余計に悪化させてしまったそうです。高野連は無料で甲子園球場を借りている。
大会を主催する高野連と朝日新聞は甲子園球場の使用料を所有主の阪神電鉄に設立当初から現在まで100年間全く支払っていないといいます。しかも大会運営に関わる警備費以外の球場清掃費など諸費用も阪神電鉄が賄っているとのことです。異常ともいえる構造ですが、阪神電鉄側にもかなりのメリットがあるのです。まず大会期間中の球場内の飲食やグッズの売り上げは球場収入となりますし、大会中には大人数が阪神電車を利用するため、大会期間中は他の月と比べて10倍ほどの運賃を売り上げると言われます。しかし、球団サイドで考えると、毎年この時期は本拠地を使用不可となり、他球団本拠地でのビジターゲームを行うため、大会開幕の1週間ほど前から閉幕日後の約1週間、約1ヶ月間の強制的な長期ロードに出ることになります。この間は過酷な移動により選手たちは疲弊し、チームが低迷することから死のロードと呼ばれていましたが、1980年から1999年の20年間で勝ち越しは4度だけという惨々たる結果でした。しかし近年は京セラドームをホームゲームで使用できたり、交通手段の発達などで成績自体はむしろ好転しており、今では死後になりつつあります。現に今年の日程で見てみると、甲子園大会開催の8月7日から8月23日まで17日間、15試合中12試合がドーム開催です。また、興行面で見ると、夏休みのお盆期間に試合が行えないため、興行収入にも大きなダメージがあると言えますが、阪神電鉄側はその損失に対しては、高野連側に補填など全く求めていないと言います。その理由として、少子化が進む現状、大会を大切にすることが野球界全体の発展につながり、最大の野球振興に貢献するという考えを示すためだと伝えられています。ですが、近年は甲子園球場での開催自体が疑問視されてきています。それは特に夏の甲子園、連日日本全国猛暑日が続く中、グラウンド内での酷暑が問題となっています。実際、試合中だけでなく開会式などでも熱中症で倒れる事例が多発しているのが現状です。大会の存続のためにも、健康と安全のためにも、選手ファーストで様々な改革が進められており、休養日を3日に変更し2連戦を解消、タイブレーク制を採用、5回終了後に10分間休憩時間を設けるクーリングタイムの導入、1週間に500球という投球数の制限や低反発バットの導入などがされています。また2024年からは、暑い時間帯を避けるために午前と夕方に試合を行う2部制が一部の日程で導入されることとなりました。そして球場側も2025年の大阪万博終了後からは銀傘の拡張工事も予定されており、これにより1・3塁側のアルプス席まで拡張される予定であり、感染環境の改善が期待されています。また他にも7イニング制の導入や空調設備の整ったドームを使用する案なども議論されています。事実、サッカーなどはプレー時間は短く設定されていますし、2023年に行われた U18 ベースボールワールドカップも7イニング制ですから、世界的なスタンダードに近づける意味でもイニング制の見直しは議論の余地はあるかと思います。しかし、ドーム球場への変更は球児たちの気持ちにも直結する問題です。やはり野球の聖地でプレーできないのは、選手の気持ちを考えると、それこそ選手ファーストは本末転倒かもしれません。またドームを使用する場合は数億円単位の使用料が発生することになり、入場料など他から捻出する必要が出てきます。ただ環境の厳しさが増す一方なので、甲子園大会を継続するためには大胆な改革が必要かもしれません。甲子園と高校野球の関係、甲子園と阪神タイガースについてご意見ご感想がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンをよろしくお願いします。今後も興味深い動画を投稿していきますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいませ。今日も動画を見てくれてありがとうございました。